イスホッケー女子日本代表が17日、北海道苫小牧市の白鳥王子アイスアリーナで平昌冬季ツアー前最後の国内合宿に臨み、主将の FW 大沢千穂、ミッチロケン施設ペリグリーンや、ベテラン FW 久保花江、西武、GK 藤本奈々、ボルテックス札幌ら23人が汗を流した。山中武史監督が、戦術などの確認とコンディションを含めた仕上げの場と位置づけた合宿の日上練習初日は、午前と午後の2度に分けてリンクへ、普段と変わらない明るい雰囲気でウォーミングアップし、シュート練習や攻守の連携確認に時間を費やした。